花粉症やばいのか今。やっぱ花粉症じゃない人からしたらさ、なんか目に見えないじゃん花粉って、まあ、バイ菌もそうなんだけどさ、コロナとかインフルとかもそうだけどさ、なんか例えばなんだろうな、ね、なんか血が出たとかならさ痛いとかさわかるけどさ、花粉って目に見えない、目に見える花粉もあるけどさ目に見えないじゃん。だからさ花粉症じゃない人からしたらさ、わかんないよね、どれぐらい花粉が強い日か弱い日か、症状がね出ればね、は今日花粉強いなとか今日花粉弱いなって思うと思うんですけど、そう思うと思うんですけど、そうじゃない人からしたらわかんないですね、目に見えない、症状がないからね、私は花粉症じゃないからね、わかんない、今日は花粉楽だったねっていう言ってる人と今日やばかったっていう言ってる人が両方いますね。まあでも人それぞれによりますよね。雨が降った後やばい人とかもいるし、目に見えないからわかんないや、症状がないから羨ましい。でも私のやな知り合いで大人になってから花粉症が発症した人います。そうだからなんか発症するのに年齢制限はないらしい。20代でかからなかったら30代で発症する人もいるし、30代まで発症してなくてもう自分は花粉症じゃないやったって思ってたところで40代とか50代とかで急に発症する人もいるし、だから自分もまだ今のところはアレルギー検査して花粉症じゃなかったけど、来年なのか再来年なのか10年後なのか20年後なのかに急に発症する可能性もあるらしい。そうなると辛いですよね。まあでも今はまだあれだからもうちょっと春に近づくにつれ、いやもう春だけどもうちょっと暖かくなっていろんな花も咲き始めたら、余計にあれになるんですかね、余計に花粉がひどくなって辛い人がいっぱい出てくるのかもしれないですね。花粉ってだって2波ぐらいあるでしょ。春に花粉がめっちゃ出て花粉症だっていいけど、秋に花粉が、秋のあれの花粉の人もいるでしょ、両方の人もいるでしょ。そうブタクサだっけ、秋はなんだっけな、忘れた、なんか違う種類の花粉があるらしい、秋にも、秋と冬に、ん秋と冬じゃないや、春と秋に来るらしい。だからみんな気をつけてください。これは気をつけようがないですね、花粉は家から出ないっていう方法しかないけど、そんなん無理だしね。みんなの花粉が収まることを祈ります。花粉症、今のところ花粉じゃない、花粉症予備軍だと思います。別に今発症してないだけでいずれ出るかもしれないし、私もだからね、みんな今花粉症の人の症状がねあんまり出ないことを祈ります。杉を切り落とす、なんかでも人間がいっぱい植えたんでしょう、杉がどうとかで、分かんないけど、それによって後々大航海、まあしょうがないですね、人間がやってしまったことだから。
土曜日の公演入ったけど分かってもらえたかなって、なんでそんなコメントするの。ふさんふさん返事したよね。返事したよね。それは意地悪ですよ。私ちゃんとお返事したの聞いてくれましたか。お見送りで。赤色じゃないほらでしょ、赤振ってなかったね、ありがとうってお返事しましたよ。ほらね、ちゃんと認知してるでしょ。だからそれは意地悪です、もう一回聞くの。ちゃんと認知してたでしょ、分かってるからね。そう、なんかそれが悲しいんだよね。結構いいねさしたのにさ、見てくれたとか言われるとさ、いいねしたのにってなっちゃったりさ。そう、お見送りでもちゃんとね認知してましたよ。そんな私の記憶力を舐めないでください。私の記憶力を舐めないでください。脅威の記憶力ですからね。脅威の記憶力ですから、ファンの人より記憶力いいんだから、いいんだから、いいんだからさ。脅威の記憶力、そうです、脅威の記憶力だから。来ましたか。自分はまだへこみ中です。まあ落ち着くっていうか、もうだってね、そんな毎日しょげていてもね、やるしかないのでね、生きていくしかないので。20に当選しても不算の際はアップルの時よります。アップル以外も振ってくれくれ。ていうかアップルマジでコールくれ、頼む本当に。私のファンじゃない人も頼む本当に、お願いします。私時間がない公演コール一回も聞こえない、初めの曲から終わりの曲まで。あの唯一聞けるコールが聞けるチャンスがアップルなんだけど、もう本当に悲しい気持ちにしかならなくなってきた最近。あの出ても出ても悲しい、不参ってこの公園にいるのかなっていう気持ちに、ね、なってきました。そう、本当に寂しいな。記憶されてないからセーフかなってさ、なんでそんなこと言うの。あなた握手会とかにも来てくれてさ、覚えてるって言ってるじゃん、覚えてるから言ってるのにさ、その顔わかるからな。私がめっちゃ絵うまかったら今ここに似顔絵を描いてあげたいぐらいだけど、あの不幸なことに絵が苦手だからちょっと説得力がない。本当はもっと違うことも聞きたいので週末の握手会で聞きます。そう、握手会にも来てくれるって言ってたからね、待ってるわよあなた。そう、今日なんか厳しめの人多くないね。
なんか私の記憶力をみんな舐めている舐めている、みんな記憶力を舐めているぞ。怖い、あなたが怖い、私は。そういうコメントをしてくるあなたが怖い、私は。悲しくなるからやめてほしい。覚えてるのにさ、覚えてないですよねって言われるのすごく悲しい。だって逆でさ、もし今そのコメントとかしてくださってる方がさ、フッピーのことをさ、なんか好きだよってさ言ってさ、こうショールーム見に来てくれてるとするじゃん。それなのにさ、それをさ、私がさ、いやあなたは私のこと嫌いだと思うってさ、その好きな気持ちを否定されたりとかしたらさ、ちょっとさ嫌じゃないそれと一緒だよ。ふさんは覚えてるよ、覚えてるのにね、覚えてないですよねって言われるのすごく悲しくなるから。本当に覚えてるんだもん。でも証明のしようがないよね、ショールームだと。握手会とかだとね、顔見て名前呼んでね、ほらねって言えるけどさ、ショールームでそうやって言われちゃったら、ふさん証明できるものがないからさ、ただ私が悲しい気持ちになってさ終わるだけだよ。そんなこと言わないでください。だから悲しいよ。一回でも握手会とかトーク会に来てくれた人のことをどれだけありがたいと思っていると思う、私がどれだけその一枚に価値があるものだと思っていると思う。そんな覚えてないよねとか、そんな自分に価値がないみたいな感じのことを言わないでください。一回でも来てくださるその気持ちにどれだけ私が感謝をしているか。そう、そうですよ。そうですよね。みんなが思っているよりも私は真剣にあのアイドル しています。だから一回でも来てくださるファン、一回でも来てくださるファンの方めっちゃありがたいと思うし、僕のこと覚えてないよねとかそういうこと言われるとすごい悲しい気持ちになりますね。本当に覚えてるからね。そういうことは言わないでください。はいはい。なんかなんだろうな、ポジティブなことをなんか言おうとしてもコメントでネガティブなこととかそういうことをやると引っ張られちゃうからさ、ちょっと嫌だな。まあ仕方がないからさ、仕方がないけどさ、仕方がないからさ、まあ、それはさ、まあ、無視しなよってさ思うと思う。みんなそういうネガティブなこととかさ、そういうのはさ読まんければいいって思うと思うけどさ、でもさ別にブロックとかさしようと思えばできるけどさ、してないわけよコメントでね、そういうの。でもさ覚えてないよねとかさ言われるとさ、その他のさ見てるファンの人たちがさ、あ、フッピーは覚えないんだってさ思われるのがさ、まあ、嫌です。そう、自分自身はこうグッとねこらえればいいけど、それ以外の見ているファンの人がそのコメントを見た時に、あ、フッピーは覚えてくれないメンバーなんだとか、あ、なんか記憶力悪いんだとか、じゃあ特化行ってもなとか
もしかしたらそういう風に思ってしまうかもしれないじゃない。でも普段本当に覚え 100% ではないけど結構覚えられるし、それを特技として、特技っていうあれではないけど一つの武器として、そう楽しんでいただけるようにやってるから、それを周りの人がこう初めて来た人とかがね、そのコメントを見ちゃうとさ、あっフッピはこういう子なんだってそのコメントで言われちゃうから、だからちょっとネガティブな感じのはやめてほしいですね。そうそうです、そう通報とかなんかあるんでやろうと思えばできるけど、やってないのはふっぴちゃんの優しさなのでなるべくそういうコメントをしないでいただけると嬉しいですね。はい、はい、本当にさっきの人もそうだけど、なんかずっとさショールームとかでさ、今度公園行きますとか紫2本振りますとか言ってくれた人のことマジで覚えてたし、そのお見送りで僕のこと誰かわかるって言われたらすぐにあのショールームの人だって思えたぐらい、本当にあのショールームでのコメントを してくれずっと結構してくれて、公園に来ただけでもこうプッてインプットできるぐらい、さんはなんか結構なんだろうな、そういうタイプだからそうだからね、お願いしますよ、お願いしますよ。そうですよ、そうですよ。さんはそうですよだからそんなネガティブなことを言わないでください。さあポジティブに頑張っているのでね、そうですよ。さあ研究生の時に来てくださってたファンの人の方の名前もう何人も言えるよ今言っても いい世界ならね、ショールームででもショールームで言ったらいけない世界だから今 SKE は、だから言えないけど、さ覚えてる、めっちゃ。あの人何してるかなって思うもんね、たまに。今来てくださるあのファンの方にあの人何してるのとか聞いたりするもん覚えてるからね。あーあの人はねもうおだ卒したんだよ、はあそっかーとかそういうこと。トーク会に向けて美容院行くよ。そう私もちょっと髪染めたいんだよね。さんカープレットセカンドをしたいんですよね。もう一回赤に染めたい。カープレットヘアセカンドをしたいですね。言ってはいけない世界とか新曲になりそう数年ぶりで、しかもマスクなのにまるで昨日ぶりかのように話してくれるふいちゃんマジ天使でした。あそうなんですよ、ほら数年ぶりでもさ覚えているっていうね、すごいでしょ。16日行かせてもありがとうございます。赤いそう赤行きたいです。さっき特権予約ちぎって、あちぎちぎありがとうございます。ちぎちぎあ昨日もいたね、まだちぎちぎしてない。だから私ショールームでちぎちぎしなよって言ったよ。ちぎちぎしてるかなそうなんです、今許可が下りるかが問題なんですけどね。思い出すとかそういう妄想なしで今日だもん
そうマジでさ、本当にそう、本当に 2,3 年来てなかったファンの人がさ急にパッてさまた復活したのね。いや覚えてたからさ、自分でもすごいと思ったわそう自分でもすごいと思ったけど、でもそれだけねファンの人のことは忘れられないってことですよね。一緒にね生きている人たちですからね。チギチギしてヒーブごとに分類しました。お素晴らしい。 CD 受け取ってそのままやばいですよ。もう本当にもうあと1週間しかないですからね。ちぎり終了しています。かなり今回は厚さが分厚い剣になりました。あすごいですね、厚さが分厚い剣になることを。だし巻き卵が完成したって呼びましょうおでんの会ということで。明日休み。だし巻き卵って入ってるくない？あれ？広島だけ？入ってない？なんかおでんに卵じゃない、ゆで卵じゃなくてだし巻き卵。え？調べる。これ誤情報を流してる可能性がある。嘘だ、見たことあるもん、おでん。ほらくら寿司とかにもさあるくない、つゆに使ったおでん。え、ある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 っす、あるっす、入ってるわ。おでんにだし巻き卵入ってる、入ってる。明日仕事休みだからちぎちぎり日ですね。ちぎちぎ日ですね。いろいろなふっぺが見れるから髪色はいろいろな感じが見たい。でもね許可が下りないんだよね。普段やりたい髪色があってさずっとお願いしてるんだけどさ許可が下りなくて。14日は時間がない公演 A 列 AABC。生写真締め切りがあと少しだからマンナの人はフッピーのポストから飛んでください。飛んで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 回って回ってみたいな曲あったよね。あれ何の曲だ。明日チケホールが届くようなチギ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 して入れてください。サイン会も入れてきてね。甘めの剣になりました。だし巻き卵は私は作れません。いや、おでんに入ってるもん見たことあるもん、調べたもん。エイベックスさんの人とおしゃべりできる、なんかまあ歩いてたらできるかもしれないですね。地域別で具が違うんだ。そう違う、チギチギした毛のチーカーの入れ物に入れた。素晴らしい。缶バッジ2セット届くので1つは名札にしようかなって。あ、素晴らしい。緑カブボヤと緑窓かひろしさん無双か。さあなんでこの曲知ってるんだろう。昔のヒットメドレーみたいな音楽番組でやってたからかな。はっしゃはっしゃはっしゃ。大阪駅のホームの発着を。へえ。新井監督はエイベックス、まあ同じエイベックスです。いつも飛んでる、いつも飛んでる。大阪ローカルで乗りツッコミ、
今月は愛知スカイキスポですね。神田駅はモンダミンが、え、なんで？モンダミンってどういうこと？CM の？チーチー終わったらだし巻き卵ができました。セットいてください。あ、アース製薬の本社、へえ、面白い。まあ発着音っていろいろありますよね。新幹線は変わったんだよね。私好きな新幹線はね、あの腕置きのところにコンセントがついてる新しい新幹線が好きですね。なんかあれだったら別に、なんか真ん中以外だったら通路側でもいいかなって思える、思えますね。そう、なんか違うやつはなんていうの、窓側にしかコンセントがついてないタイプのやつは、まあ、もう何が何でも窓側がいいっていう気持ちで生きているんですけど、なんかあの肘置きのところに一個ずつ一人一個ずつマイコンセントがついてるやつはだったら、真ん中はちょっとなんかきつくて嫌なんですけど、通路側でも充電できるからね、いいですよあれは。新幹線の外観なの、私ね乗り物詳しくないからね、そういうのしかわからないけど、あ、でもなんか列車に興味を持つっていうか、なんていうのな、そういうのでいいと思いますよ。うん、そうです、そうです。あ、 700S っていう、あ、確かにかっこいいよな、あの筆記体みたいなゴールドのさ、あれいいよね、あれいいよね。真ん中一番大きい、あ、そうなんだ。でもなんかさ、寝るときにさ下向いてしか寝れないのが嫌だ。なんか右向いても知らん人がいて、左向いても知らん人がいてって、こう向きで寝れないのが私はちょっとあれかな。広島行くときは絶対A席で、マツダスタジアムわかる、いいよね。窓側が一番好きですね。でもなんだかんだ、でも出るときになんか通路側に人が多分 3人の席でこっちとこっちに行って、こっちで私が一番最初に出ないといけないとき、あーすいませんってなるのがちょっと気まずい、それだけ気まずいんですけど、それだけ気まずいんですけど、うん、それ以外はそれだけが気まずい。降りるときにね、まあ人がいなかったらいいんですけど。ドクターイエロー、私見たことない。でもドクターイエローって人乗ってないんだよね、きっと。あれね、確か私キティちゃんのね新幹線乗ってみたいんですよね。マツダスタジアムからしか見たことがない。そう、マツダスタジアムのね高い席で見てるとね、いろんな高い席じゃなくて見えるんだけど、マツダスタジアムに行くとね通る新幹線がめっちゃ見えるんですよ。だからね、もう試合って長いじゃん、4時間ぐらいあるからさ、もうその間に新幹線がもうすごい量通るんですよ。だからすごい結構頻繁にっていうほど頻繁じゃない列車なんであれなんですけど、たまにねキティちゃんのねあの新幹線とかが通りかかるとめっちゃ可愛くて乗ってみたいなって思うんですけど、乗ったことないですね。あれってさ運なのかな、それともキティちゃん専用のさやつを予約しないといけないのかな、それがちょっと分かんないんですけど、なんか広島のさ例えば市内電車とかさ、あと JR とかもさ、なんか期間限定でカープのラッピングになったりするんだけど、
そういうのって別に列車を指定する指定して予約してそれ乗るとかじゃなくて、たまたま来たのがラッピング車だったみたいな感じなのね。だからキティちゃんもそういう感じで、あの外装だけがあのキティで、あのたまたま来るタイプなのか、ちゃんと予約いるのか。でもさ、あの JR の私 EX アプリ使ってるんだけど、そこにさキティちゃんだよみたいな書いてないのよね。だからそういうわけじゃないのかな、わかんないや、詳しくなくて。うん、こだまなんだ。あ、各駅なんだね。へえ、時間決まってる。あ、え、やっぱ外装だけなんだキティちゃんのやつって。そういうことね。だからさ EX アプリとかでさ、じゃあこだまを予約するじゃん。そう、こだまの、こだまで予約するじゃん、各駅のね。こだまで予約して駅のホームに行って、たまたまキティちゃんがこう来るみたいな感じ。あの時間決まってるかもしれないけど、何にも知らない人が普通に予約して、あ、たまたまキティじゃんってなる場合があるってこと。キティちゃん予約しましたって予約していくんじゃなくて、何も知らない人は、何も知らなくてたまたまキティに当たる人もいるってことだよね。なんとなく時間を知ってて把握しててそれを見越していく人もいれば、全くの無知で予約してホームに行ったらたまたまキティさんだったっていう場合があるんだよね。あ、そうなのね。知らなかった。私ちゃんとキティさん列車用のさ、なんか予約サイトとかあるのかなって思ってたんだけどね。そうじゃなかったらしい。じゃあ何も知らんくてさ、こだま予約してたまたまキティちゃんだったらちょっとラッキーみたいな感じですね。うーん、決まってる、決まってるのね。ほんとだ。目標には載ってないらしい。うーん、まあでも知らん人はからしたらたまたまだっていうこともあるってことね。すごいね、面白いね。いや、 JR には載ってるんだ。へえ。調べればちゃんとそれを狙っていくこともできるし、知らない人はたまたま遭遇パターンもあるってことね。なるほどね。あのキティちゃんの列車に乗ってる人はもう、100人いれば100人ともキティちゃんのために予約して乗ってる人かとかなって思ってた私は。違うんだね。そう、狙っていく人もいればたまたまの人もいるんだね。なるほどね、面白い。でもこだま、時間に余裕があるときに使いたいですね。こだまだとちょっと安いし、3時間に追われてるから。日本全国1分1秒切り刻んで飛び回ってるから。そうですよ。ドラえもんのラッピング列車、かわいいな。さん、今日めっちゃ恥ずかしいことしたんだよね。ローソンに行ってさ、ファミマのさアプリ出してさ、あのポイントつけてくださいって言ったらさ、えって顔されて、逆にえってなって、なんでポイントつけてくれないのケチって思ったら、ここローソンですよって言われてめっちゃ恥ずかしかったから飛び出た。お金払った瞬間飛び出た。本当に最悪。可
顔から火が出そうなほど恥ずかしいとはこのことでしたね。しかも私が私は聞き返してえみたいな感じで聞き返しちゃったから余計に何言ってんねんってなったと思う、向こうからしたら恥ずかしかった。ドラえもんフラッペ、そうこの前ねチマと一緒にね通りかかって飲もうって言ったんだけどね、今もう寒いじゃん外なんか寒くてさ飲む気になれなくて、そう、かわいい飲みたい飲みたいんだよねって言って、でもいや今日は無理寒いねって言ってやめた。そう、ね、寒くて毎日寒いじゃん今、だからもうちょっと暖かくならないと無理。そのさ、マジ最近めっちゃやらかすんだよね。もう一個同じようなやらかした話言っていい？それも今週の話なんだけどさ、めっちゃ恥ずかしい話があってさ、でもめっちゃ似てるその話と今の話とすごい似てる話なんだけどさ、なんか靴が欲しくてそう靴が欲しくてね、なんかウィンドウショッピングしててね、あの靴が売ってたのね、靴とか服も売ってたんですけど、服屋さん靴屋さんみたいな、なんかなんていうの、洋服屋さんみたいなところで靴も何足も売っててさ、で、あこれ可愛いと思ってさ買いたいなって思ったんだけど、なんかちょっと汚れててさ、そのなんていうの、靴屋さんとかってさ、あの店舗にさ並べてあるやつはさ誰でもお試しで履けるじゃん。そうだからさ、なんか在庫がなくてもう、あそれ現品限りなんですよって言われる場合とさ、あこれ裏に在庫あるんで新しいの取ってきますねってさ言われる場合があるじゃないですか、靴屋さんってさ。そう、それでね私が欲しいなって思った靴がちょっとだけ、まあそういう、まあみんなが履いたんだろうなみたいな、わかる、なんか普通にあのそうなんていうの、その棚に置いてある靴でちょっと汚れっていうか、まあちょっとなんかみんな履いてんだなみたいな感じの、あの汚れっぽいのがあったから、あの店員さんにすいませんこれってあの現品限りですかみたいな、それで裏に新しい在庫ってありますかって言われたらしたらここ古着屋なんでそれしかないですって言われて、めっちゃ恥ずかしかったさ、古着屋に行ってさ、古着屋ってさ人が履き尽くしたさ古い靴だからさちょっとなんかもうそもそも新しくなくてさ、在庫もないお店にさ新しいのありますかって聞きに行って、めっちゃ恥ずくて死ぬほど恥ずかしかった。でお姉さんなんかめっちゃこの人バカだなっていう態度でしかも言ってきて、そう、いやここ古着屋なんでみたいな、めっちゃこんな感じで言ってきたの、苦笑いで。さあ純粋な目でさ、古着屋って知らなかったからさ、純粋な目でさ、えすいませんこれこの方が欲しいんですけどこれ在庫ありますかって聞いたら、いやここ古着屋なんでそれしかないですみたいな、めっちゃ苦笑いでめっちゃ嫌な感じで言ってきてさ、もう余計に最悪だし、余計に恥ずかしくて、そうもう言い方もひどかったしさ、本当に恥ずかしかった。うん、もうちょっと疲れてるかもしれないなって思いましたね。それで今日もまたそのね、
あのポイントカードの間違いをしてしまったのでね、1週間に2回やらかしをしてしまったので、ちょっといっぱい寝たいと思います。リフレッシュが必要なのかもしれないですね。うん、そう、すいません、ここあの古着屋なんで、あのこれしかないんですよって言われたらわかるけど、めっちゃバカにされた感じで言われてめっちゃ恥ずかしかった。でも自分のせい。自分のせいなのが余計に虚しくて。そう、自分のせいなのが余計に虚しくて、あっってなったけど、ってなったけど、しょうがないよね、これはね。古着屋さんは慣れてるから平気で。怖かった、お姉さん怖かったです。お姉さん怖かったですよ。話せばみんな消化。まあ確かにね、ここで話せるね、ネタになったと思えばいいですけれどもね、その渦中の時はね、めっちゃ辛かったですよ。で、面白いのがさ、もうこんな態度のお店やだと思ってさ、そこも買わずに一回店を飛び出てさ、恥ずかしいと思って、一生来ないと思って店を出たんだけどさ、それでまたウィンドウショッピングするんだけどさ、その古着屋さんにあった靴よりいい靴がさなかったんよ。だからさ、もう一生行かないって思ってさ、数分後にさ、もう一回その店に戻ってきてさ、その靴を買うっていうね、事態をしてね、なんかお姉さんもね、ああみたいになってて、マジで悲しかったけど、まあ、しょうがないです、買わざるを得なかった。本当に私かわいそうと思ったエピソードでしたね。うん、なかったんよ、他にいいのが。うん、お姉さん一緒だった。あ、でも本当に数分後だから、ちょっと他のお店も見て、全然なくて、そのお店に戻ってきたから、もう後日とかじゃないから、その日だから同じお姉さんだった。ってなりました。しかもペイペイで払ったんだけどさ、なんかペイペイの払い方が分かんなくてさ、なんかペイペイってできる場合ってさ、なんかちょっと大変なやつあるじゃん。それ分かんなくてさ、もうスッと払ってスッと出たいと思ったんだけど、ペイペイの払い方が分かんなくてさ、お姉さんにさ、ペイペイの払い解いてあるんですかねこれって言ってさ、またちょっとさ、お姉さん機嫌ああみたいになっちゃってさ、いや怖かった、怖い怖いお姉さんだった、怖い怖いだった。優しくしてよってちいかわみたいなうるうるの目でいけばよかったから。でもそういうタイプの人ってそういう人が一番嫌いだから、ここは毅然とした態度でこっちに向かわせていただいた方がいいです。怖かった、自分が悪いんですけどね、まあ、結局自分が悪いんですけどね、何もかポイントカードを間違えて出してしまったのも、古着屋さんを新品のお店だと思って在庫ありますかって聞いたのも、
全部自分のせいなんですけどね、全部自分のせい、全部自分のせいだから誰も悪くない、結局自分が間違えなければいいでしょって言われたらもうそれまでなんでもう何も言えねって感じです。でもちょっと怖かったって思っちゃった。そう、この間話したさタクシーのおじさんはさ、私がペイペイの GoPay だ、 GoPay の使い方分かる、それはペイペイじゃなくて GoPay、 あのタクシーの中のクレジット決済方法、 GoPay が分からない時はさ、もうまあ初めてだ大丈夫ですよみたいな、まだ分からない人いっぱいいますからってさ、タクシーのおじさんは優しくしてくれたのにペイペイに厳しい姉子でしたしょうがないですね。ね、キティちゃん新幹線12号車は内部も特別仕様、12号車は自由席だね、だからさっきコメントとかで自由席があって言ってたのか、へえ。コンビニでのペイチャージして払うやつ、私もよく難しいですよね、難しいって思う本当にね、まあでもなんか例えば人混みの時とかに、ところとかに行く時にさ、お財布丸ごと持っていくとちょっと怖いなとかあるじゃないですか、クレジットカードとか免許証とか入ってたりするとね、だからスマホだけとりあえず持っていこうみたいな時がたまにあるから、そういう時は便利なんですけどね。そう、あとお散歩してる時にたまにジュースを買うんですけど、その時もあのスマホで買えるのでね、わざわざ現金持ち歩かなくてもスマホさえ持っとればね安心なのでね、スマホで自販機買ったりします。難しいよね、いろんなあれが出てるから。でもキャッシュレスは後々後悔することになりますから、ってなりますから、ご利用は計画的に。そう、そうです、キャッシュレス無限説定説されてますから、キャッシュレスはお金が無限説がね浮上してきますからね、次の月に大公開するっていう、それ気をつけてください。セブンの7個のチャージ払いはもう店員の皆さん分かる、 D 払いスマートに支払おうとすると電波が悪くて繋がらない、わかる、あるよね。私もペイペイでって言った瞬間、なんかそこの例えばさ地下鉄乗ったりするときにさ、地下鉄のさ地下だからさ電波悪いところとかあるじゃん、それさペイペイでってさ言った矢先にペイペイが開かんみたいな、はずいよね、あーもういいやってなって、あ現金でって言ったりすることもある。恥ずかしい、お恥ずかしい限りですそう、本当恥ずかしいよね、現金が基本、確かにまあ現金の方がねいいですよ、やっぱこれだけ使ったなっていうのがやっぱ手にとって分かる方がいいですよ、やっぱりそれは思う。まあでもあのなんて言うんだろうな、キャッシュレスだとポイントがたまったりしますからね、
あとペイペイ今なんかスクラッチチャンスみたいなやって何等か当たったらちょっとだけお金戻ってくるみたいな、ポイントが戻ってくる的な感じか、そういうのあるからね。まあまあどっちがどうとか分かりませんけどね、結局ね。リコーダー吹きたいな、リコーダーキャッシュレスって無限じゃないの、だから残高減って、そう無限じゃないらしいです。無限だと思ったよね、そう無限だと思った、いっけね、勘違い勘違い。カード持ってない、え、カード持ってなくて暮らせる、私は暮らせないな、いろんな支払いをクレジットでやってるからな、カードがないと私はちょっと生きていけないわ。Dポイントで金の投資してる、え、すごいね、投資してみようかな、投資でもしてみる、みんなで、みんなで同じ株を買いましょう。みんなで同じ株、なんだ、何の株だとさいいのかな、任天堂とか、それはもうみんなが買いすぎて意味ないのかな、株って人が買ってないものを買う方がいいのかな、それともなんか、うん、大手とか買う方がいいのか、みんなでゼストの株を買ってみんなで筆頭株主になるか。おもろ、株主総会全員復帰ファンやみたいな。おもろ、さん株わかんないね、動物の森でさ株あるじゃん、わかる、動物の森の株、なんか本物の野菜の株をさ、まあ、現金の株に見立ててやってるもんなんだけどさ、あれ多分さ、ちっちゃい子でも理解できるようにさ、あの野菜の株でさ、あの株の取引してると思うんだけどさ、私もう本当に理解できなくて、あれ意味わかんなかった、動物の森のあの株の制度、あれも理解できないから現金で理解できるわけないよね、どもりのあの野菜の株ですら全然理解ができなかったのに。桐谷さんジェストの株買ってくれないかな、桐谷さん、もう57分だって、早い、ありがとうございました、本日も。買った株を売った時高ければ利益低ければ損失、あれ確か食べれたよね、株カチャカチャカチャって、株食べてた気がするんだけど、どうもりの株覚えてないや。食べれなかった、株売らずに買って食べてたような気する、あんま記憶ないんだけども。ありがとうございました、みんな、ありがとうございました。今日は月曜日ですね、
今日は震災の日でもあったので、皆さん改めて防災グッズとかを揃えて、そういう日常に感謝をしましょうということでございます。まあ今日はそういう日でもありましたので、アメブロの方にいろいろとリンクを貼ったりするのは控えさせていただいたので、みんなヤフーでそう検索をしてください。あのリンクを貼っていったのでね、はい。なのでまた明日からブログとかも通常な感じでやりますね。ということで皆様、今日はありがとうございました。もうすぐみんなに会えるの楽しみです。ではみんなも早く寝てくださいね。私も爆速で寝たいと思います。ではでは、ありがとうございました。おやすみなさい。早く寝てくださいね、みんな。早寝がいいですよ。みんなで大谷翔平選手になりましょう。みんなで大谷翔平選手になりましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。